名人のマネージャー裏話。皆さんおはようございます。カルタクラブのなっちゃんです。この番組は競技カルタ名人川瀬正義のマネージャーなっちゃんが、名人がカルタで最高のパフォーマンスをするために、私がしている日々のサポートや考えていることを気ままにお話しする番組です。今日は5月の30日木曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。なんか台風来てるみたいですよね。1号かな。はい、実はちょうど31日なので、まあ明日かな、明日からしばらくお出かけするつもりだったので、まあ、ちょっと心配なんですよね。天気が、新幹線使うんですけれど、動くかな。関東結構なんか雨激しいみたいなのでね。まあ、でも台風ってすぐ進路を変えたりしますよね。まあ、ということで、まあ、どっかねそれてくれないかなって思っていますはい、そうですね、まあ、台風は来るし、界隈はまあ団体戦の声かけ云々問題が出ていますし、まあ、競技カルタ界も、まあ、天気もなんだか騒がしいですが、今日も元気にラジオ収録していきたいなと思います。さて、本題の前に恒例のカルフェス申し込み状況をしたいと思います。申し込み状況を実況か、実況したいと思いますはい、カルフェス第2部第4回キュマレジ100人主大会申し込み状況です。定員64名のところ、現在46名の方にお申し込みいただいております。ありがとうございます。でもね、実は昨日から数字動いてないんですよね。ちょっと不安ちょっとっていうか、だいぶ不安かもしれない。はい、あと18名来てほしいです。はい、申し込み締め切り日は6月3日月曜日。まだまだね受け付けておりますので、何卒よろしくお願いいたします。さて、本題に入りましょう。今日のテーマは、やっぱりカルタはみんな袴着たいんじゃんです。皆さん袴着るの好きですか？まあ、競技カルタって袴着て試合したりねできるじゃないですか。いつもは T シャツとジャージで練習してるかとは思うんですけれど、晴れの時っていうのかな、例えば4月のね新刊の時とか文化祭の時とか、まあ、あとはタイトル戦とか、まあ、そういった大きな大会の時に袴を着ることもあるんじゃないかなって思います。で、競技カルタをやってる人って、まあ、ほら袴着たくて始める人がいるくらいなので、袴好きな人結構多いんじゃないかなって前々から思ってはいたんですけど、最近改めて思いました。やっぱりみんな袴着たいんじゃんっていうのもですね、またカルフェスの話になっちゃうんですけど、カルフェスね、カルフェスのスタッフは当日衣装ユニフォーム的な感じで和装もするんです。で、それが最初みんな一緒のものを着たらいいかなって思って、ハッピーのね予定だったんですよね。はい、お祭り的な雰囲気も出るし、まあ、誰がスタッフかっていうのが一目瞭然になるので、まあ、参加者も声かけやすくなるかなと思って、で、和装の中でも安く作れるということで、ハッピーも、まあ、スタッフの人数分作るつもりだったんです。で、それでハッピーのデザインに考えたり、まあ、いい業者さんないかなだったり、まあ、いろいろ準備はしていたんですけど、実はかなりお高いことが判明して、となりまして、まあ、ちゃんとした素材のオリジナルハッピーを作るのはやめにして、不織布のハッピーで安く済ませることにしました。でも自分でね自前の袴持ってて着付けもできるなら、まあ袴着たい人は袴着てもいいよねっていう声がスタッフの中から出てきて、で、確かに袴でもいいよね、
むしろそっちの方が、袴の方がカルタっぽくていいよねって。まあ、なんなら注文するハッピのね、注文数が減るから経費削減にもなるし、いろいろ美味しいよねとなりまして、スタッフに聞いてみたんです。ハッピーこれから注文するんだけど、スタッフの中で袴着たい人いますかって。でそしたらもうこれはもう続々と、私袴着たいです、僕も着たいです、私も私も私もって、もう袴ラブコールが止まらない止まらないはい、もちろんハッピーを着る人もいるんですけど、まあ、全員が全員着たいわけでもないし、まあ、自分用の袴持ってなかったりもしますからね。まあ、あと遠方からスタッフに駆けつけてくれる方もいたりして、まあ、そういう場合だとちょっとお荷物になっちゃったりしますからね。まあ、なんですけど、もうみんな袴をね着たがってるんですよやっぱりカルタ袴着たいんだって改めて思いましたというお話です。まあ、こういう時しかね袴着ることないもんね。可愛いしね袴。うん。で袴着るとさ、なんか漏れなく髪型とかも可愛くしたくなりません？私なんかはそうなっちゃうんですけど、うん。で漏れなくねおめかしとか楽しめるからいいかなって私なんかは思いますね。はい。当日カルフェスに遊びに来る人がいましたら、このリスナーさんの中にいましたら、スタッフ和装をしておりますので、まあ、可愛くてかっこいいのでぜひ一緒にお写真なり撮ってください。そして、まあ、袴かハッピーを着てる人はみんなスタッフになりますので、困ったことがありましたらお気軽にお声かけください。でちなみに私は8匹ます。おめでとう。はい。うん、私はね、動きやすさ重視で、あと機能性重視ということで、ハッピーです。なんか袴よりハッピーの方が着る機会なくないですか？レア度？ハッピーの方が、レア度が高い気がするので、私はハッピー。動きやすいからハッピー。ハッピーを着たいんです、私は。これもしかして私だけ？なんだろう、カルタ関係で袴着すぎたからかな。まあ、身軽でいたいのもあって、まあ、私は当日ハッピーで盛り上げます女子力低くてすみません。皆さんは袴好きですか？袴着たさに、カルタを始めた人いますか？ぜひコメントやレターで教えてください。お待ちしております。というところで今日の放送を終わりにしたいと思います。カルタクラブが主催する競技カルタ初心者向けイベント、カルフェス第1部は当日参加 OK なんですけど、第2部の決まり自社国主大会に出たい方は事前申し込みが必要です。申し込み締め切りは6月3日となっております。ふるってお申し込みください。詳しくは概要欄のリンクから特設ページをご覧ください。それでは今日も皆さんに良い流れが来ますように。いってらっしゃい。